皆さん、開運してますか？鑑定士の堀田亜希です。これから毎月配信させていただく予定なんですが、私のですね、戦術の一つでもある九星気学に基づく一泊水星さんから九紫火星さんまでの九星別の神ナンバーを発表させていただきたいと思います。一体神ナンバーって何なのみたいな、まあそもそも私が名付けましたので、皆さんね、知らないとは思うんですけれども、まあいわゆる私の鑑定のですね、九星気学をベースにした毎月変わる星回りによりですね、皆様それぞれの星回りによって神ナンバーというものを設定させていただきました。で、そういう神ナンバーっていうのが、その今月の皆様の星回りの数字ということになるんですね。まあ、その神ナンバーをどういうところに使うのということなんですが、例えばナンバーズとかくじとか、まあ、そういう時の選ぶ時に手助けになる数字として使っていただく、例えばギャンブルなんかでも、どの番号のところに行こうかなとか、まあ、そういった感じで数字に迷った時に使ってみるなんかもいいかもしれません。そしてですね、その月の神ナンバーね、をですね、街中で見かけたりすると、実はいいことが起こる前兆なんですね。いわゆるそういった数字をね、こう見たりすることでですね、あ、なんか私乗ってるな、開運してるなと言って、何かそこにね、また喜びだったり嬉しさだったりとかを感じる神ナンバー、皆様にもぜひ知っていただきたいですね。まあ幸運の前兆、いわゆる幸運の前触れと言われているその神ナンバーを1ヶ月頭の中に皆さん入れといていただくことによって、ぜひこの1ヶ月またハッピーに過ごしていただければなと思っております。神ナンバーは複数持つ方もいるし、この月は1つしかないっていう方もいらっしゃるので、ぜひ最後までね、ご覧いただければいいなと思います。今月の神ナンバー1を持つ方、七夕的な金運の兆しでございます。一泊水星さんということになります。続いては神ナンバー2、悪い状態から離脱できるチャンス到来ということで、この神ナンバー2を持つ方は九紫火星さんとなります。さあ続いてですね、3、神ナンバー3を持つ方、新しいご縁を引き寄せる前触れのナンバーとなります。こちら三碧木星さんです。続きまして神ナンバー4、喜び事や金運を引き寄せる開運の兆しのナンバーということで、六泊金星さんということになります。さあ続いて神ナンバー5、マイナスからプラスに運気が流れが変わっていくときというナンバーになるんですけれども、そちらの5のナンバーを持つ方、3つの星の方がいらっしゃいます。時刻土星さん、豪土星さん、八白土星さんになります。土星の皆様、皆さん5の数字になります。見てください、私はこの5、自分の数字をつけて運気アップを目指していこうかなと思っております。さあ続きまして、神ナンバー6を持つ星の方、対人関係とか仕事運ね、そういったところでチャンスが到来すると言われている数字です。一泊水星さんになります。一泊水星さん、2つ数字出てきましたね。さあ続いて神ナンバー7、ラッキーセブンです。幸運の訪れの予感と言われているラッキーナンバー7を持つ方は九紫火星さんになります。すごい、一泊水星さん、九紫火星さん、2つありましたね。さあ続いてですね、神ナンバー8、運気が絶好調と言われている数字になります。白く木星さんということになります。さあ続いて9の神ナンバーを持つ方は、大成功、大きな成功、そしてビッグチャンスが目の前まで来てますよという神ナンバーになります。七赤金星さんということになります。さあそして0の神ナンバーを持つ方は、大きな変化がもう少し起こりそうですよという予兆のナンバーということになります。時刻土星さん、そして八白土星さんということになります。ということで皆様いかがでしたでしょうか。新しい神ナンバーということをぜひ今日
今日から覚えていただいて、自分の今月の数字意識していただければなと思っております。私もですね、インスタグラムですとかツイッターとかで、まあ、こういった紙ナンバーね、皆様と共有して、こんなことあったよ、あんなことあったよ、なんていうことをね、これからもどしどしお伝えしていければなと思っております。またですね、毎月こういった恒例の開運情報たくさんお届けしていきますので、楽しみにお待ちしていてください。それでは皆様、また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。